こんにちは、夢猫パンです。今回は練乳を使った食パンを作ります。少ないこね時間ですが、とてもふわふわの食パンが焼けます。ぜひお試しください。それではこねていきましょう。今回はこねるというよりは混ぜるだけの生地作りです。このくらい混ざったら少し柔らかくなったバターを加えます。柔らかなパンはしっかりこねるイメージが強いかもしれませんが、少しのこねでも美味しくできます。ヘラを使って周りをきれいにしましょう。30分ほど休ませます。約30分後、少し時間を置くことで水和が進み、グルテンがつながりやすくなります。緩んだ生地をこねるようなイメージでまとめていきます。とてもしっとりした生地です。周りもきれいに取り込みます。発酵を30分とります。夏場なら室温管理で十分です。30分後、このくらいふっくらしたらパンチをします。夢猫パンチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。コメント、グッドボタンなど励みになります。周りもきれいにします。ここでボウルに油脂を振っておきます。油脂を振っておくことで成形時にボールからきれいに剥がれ落ちます。発酵を45から60分とります。時間や温度は目安です。育ち具合で判断してください。60分後、ふっくらしたので分割します。今回は丸めてから分割してみます。2分割します。ベンチタイムを30分とります。乾燥予防に濡れ布巾を置くこともあります。約30分後です。それでは成形をします。
最後は閉じておきます。もう一つも同じように成形します。型の入れ方についてですが、生地の向きに決まりはありません。今回は巻きがあまり綺麗でない側が真ん中に来るようにしました。食パン型は一斤型、正方形の型を使います。35度管理の場合、約1時間、型上に達するまで発酵を取ります。このくらいふっくらとするまで発酵を取るのがポイントです。それでは焼きましょう。170度で25分焼きます。お使いのオーブンで調整してください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。